通信可能な限界高度を超えるわ。絶対シアンちゃんを助け出して生きて帰ってこいよな。ああ、そのつもりだ。それにしてもアシモフは一体どこに行ったのかしら。リーダーのことだ。こっそりそのエレベーターに潜り込んでいて、おいしいところで GV を助けようとか、そんなことでも考えてるんじゃねえか。いいの、あなたじゃないんだから。はい、もうリーダーのこの字だ。そういうわけない。黙って、あんたそう言ったのが。絶対にシアンを助けてみせる。残念だがよ、悪いがそいつは無理だ。あんたここで俺に食われちまうんだからよ。どうでもいいだろう、このはずは。俺は、さっき言ったのしたばかりで、腹が減って。どこでもいいんだ。さっき、あんたのおかげで、まさに一歩。さっき、俺の空気を満たしてくれよな。何度でも僕を眠らせてやる。地獄へと帰れ、ハエの王。シアンを救い出すまで僕は立ち止まりはしない。始まりだ。終わりだ。終わったか。まだだ。次は私だ、ガンボルト。我が命など大いなる計画のためならば安いものだ。光よ、能力者たちが自由を奪う計画にどんな価値がある。自由だ。誰事だ。自由などかつてこの国が敗戦した際に敵国が持ち込んだ、たわけた還元に過ぎん。貴様のような国賊には分かるまい。能力者という爆弾を抱えたこの国、今光よ、あの世界が今どれほど危うい状態であるのか。シデンどもは真にこの国の未来を憂いておられる。この国のためならば私は喜んでこの身、この魂をも捧げよう。私は輝かしき国防の礎なり。日の光に映る我が国、栄光の歴史に影を積もう。我が光の本流に止まれ、消えよ。光を遮るか。そんなに死に急ぎたいなら終わらせる。ゼロブレイド、カリスラ破断せよ。もう一度僕が眠らせてやるな。逃がしはせん。光に消えよ。切り伏せる。
逃がしはせん。光に消えよ。断裁せ。光あれ。俺にとっちゃ生ぬるかったぜ。もう二度とてめえにシアンちゃんは待たせねえ。今度こそ蹴り潰してやる。てめえを蹴り殺せばシアンちゃんは俺のもんだ。はっはっ、手段の大将が言ったのよ。シアンちゃんのお世話は、はっ、俺に任せるってな。叫んだ。ほらほらほら、彼女は誰のものでもない。ほらほらほら、彼女自身のものだ。ほらほらほら、そんな説教を聞きたいわけじゃねえぜ、ギャンボット。ほら、俺が聞きてえのはてめえの悲鳴。ほら、それだしよ。ほらほら、シリスラの音声、お前が蘇らせていたのか、エリーゼ。そうだよ、私がこうやって生き返ってすみません。その姿、まだ別の人格がいたのか。大正解。前に戦った時、死ぬ瞬間にそいつの魂を逃がしておいた。最も危険なエリーゼ、その魂の封印を解いたのよ。正直、一か八かの賭けだったわ。そいつは私もスメラギも制御できないケダモノ。でも賭けは私の勝ち。だって私たちはこうして蘇ったわ。シャー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 。さあ、4人で遊ぼうか。改めて自己紹介でいこうかしら。あたしはエリーゼ3。で、私は、あ、オリジナルエリーゼ1。そしてそいつがエリーゼ2。やるわよ。ごめんなさい。自動列車。シャ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 。はっ。シャ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 。まだまだ遊び足んないな。やるわよ。グッグッ。知れ、化け物が。
グリードスナッチャー、不死身の化け物相手にも効いたようだ。生命を支配するなど神の摂理に背く許されざる行為、そして神の摂理に背くな貴様もだ、アームドブルー。貴様も俺が断罪する。来い、この先で待つ。スメラギの企み、ディーバプロジェクトで奴らの好きにはさせん。スメラギもサイバーディーバもこの手で始末する。スメラギを打倒するというのなら手は貸す。だがシアンには絶対に手出しさせない。貴様の手など借りん。化け物は一匹残らず根絶やしにするまでだ。貴様もこの銃弾で神の身元へ送ってやろう。滅びる。ユダテクス、お前はそこまで能力者アロアントファンク。まだ俺は亡き父の意志を背負い戦っている。ユダテクス、アロガントファンク。俺の父はかつてスメラギの研究施設で能力者についての研究をしていた。研究の際、父はある発言に、能力者はいずれ俺たち人類を脅かす天敵となる。父はスメラギの上層部に能力者の危険性について必死に伝えかけた。スメラギの父とも能力者を利用して利益を得るため、封殺せよ。その訴えを全て握りつぶし、父を死へ追いやった。奪い取れ、グリードスナッチャー。ディーバプロジェクトだと能力者の完全支配だ。奴らのようなクズが化け物どもを利したところで、まだその先に待つのは滅だけだ。滅びばかりこそ化け物どもは一匹残らず根絶やしにしなければならない。俺たち人間が生き残る。よくしゃ、人間だ。化け物が、化け物が、ラストドップラー。人間を語るな。貴様らは放置しておけばいずれ全ての人間を駆逐する怪獣だ。滅びよ。奪い取れ、グリードスナッチャー。奪て、アロガントファンク。まだ熱戦はデイジーレーザー。理解をし、こんなところで立ち止まってはいられない。飛ばして、アームドブルー、ボルティックチェーン。今は一刻も早くシアンを助けたい。お前に構っている暇はない。僕は行くよ。安い道場だ。だがこの命拾わせてもらおう。その道、今の俺は試練は止められんだろうか。せいぜい化け物同士潰し合え。俺は自分の信念を曲げるつもりはない。いつか必ず貴様を倒す。ガンボルト。